皆さんこんにちは。演歌歌謡曲ファンのためのカラオケ講座スイングチャンネルです。今日は作曲家でシンガーの杉本雅人さんの冬どなり、こちらの曲のカラオケ講座をやってみようと思います。杉本雅人さんといえば第一線で活躍される作曲家ですが、最近では我もこうを紅白でもお歌いになるようにシンガーとしてもご活躍です。冬どなりは昭和63年に発売された千秋直美さんのアルバム伝わりますかの中の収録曲なんですが、今でもカラオケファンの間では根強い人気で、杉本雅人さんもこの楽曲をご自身のアルバムで発表されています。僕のチャンネルでも冬どなりのカラオケが一番の人気曲になってますので、皆さんがよりこの楽曲を歌いやすいようにお手伝いできたらなと思います。それでは今回も簡単にリズム読みからご説明したいと思います。今回の曲はとっても難しい曲で、杉本さんの作曲通りに楽譜を書き起こすとリズムが複雑すぎて歌いにくいのではと思いますので、カラオケ初心者の方でも歌いやすいように楽譜のリズムを一部変更してお作りしております。ご了承ください。曲の速さはゆったりめで、テンポが66、BPM66 となっております。楽譜の中に赤い数字や三角印がありますが、これはとても重要なリズム要素ですので、歌詞と一緒にリズム読みしてください。三角印は8分9分と同じ長さの裏拍をイメージしています。この部分は心の中あるいは声に出してんと読んでください。では一度リズム読みしてみますので、できたら皆さんはメトロノームの音に合わせて手拍子しながら聴いていただけるといいと思います。ではやってみます。せーの、3、はい。あなたの真似してお湯割りの4、1、焼酎3、飲んでは1、むせてます4、強くもないのに、やめろよと。4、1、しかりに3、おいでよ1、来れるなら2、3、4、地球の3、4、夜更けは3、4、1、寂しい、いいよ。2、3、し、そこから、三、し、私が、三、ああ、一、見えま、すか、二、三、し、このように、私を、一、置いてた、四、一、あなたを、恨んで、一、飲んでます。はい、こんな感じになります。一度皆さんもご一緒にやってみてください。ではやってみましょう。せーの、3、はい。あなたの真似してお湯割りの4、1、焼酎3、飲んでは1、むせてます4、強くもないのに、やめろよと。4、1、しかりに3、おいでよ1、来れるなら2、3、4、地球の3、4、夜更けは3、4、1、寂しい、いいよ。2、3、し、そこから、三、し、私が、三、ああ、一、見えま、すか、二、三、し、このように、私を、一、置いてた、四、一、あなたを、恨んで、一、飲んでます。今回歌ってみたの動画では、僕はこの曲を杉本さんよりマイナス5で歌っています。
この曲を男性が歌う場合の平均はマイナス4からマイナス6。女性は杉本さんの1オクターブ下でちょうど良いのではと思いますので、ノーマル前後が歌いやすいように思います。ちなみにですが、千秋直美さんの歌唱は杉本さんのキーよりマイナス9、プラスに換算するとプラス3になるので、カラオケのアレンジが違うのですが、もし皆さんが千秋さんのカラオケで歌った場合はどのキーになるのか、括弧内に表示しておきますのでご参考になさってください。ではキーをいくつか変更して歌唱してみますので、ご自身に合うキーをご一緒に探してみてください。今回ご用意したキーはノーマル、ご本人のキーですね。それからマイナス2、マイナス4、マイナス6、この4パターンと、おまけとして千秋直美さんのノーマルキーを最後にご用意してあります。ではご自身に合うキーをお探しになってみてください。焼酎さん飲んでは1伏せてます4強くもないのに、やめろよと41仕込みさんおいでよ1惚れるなら2 3 4地球の3 4夜更けの3 4寂しいよ2 3 4、そこから3 4、私は3 5 1、見えますか2 3 4、このように私を1置いてた4 1、あなたを恨んで1飲んでます。せーの、3、はい、あなたの真似して、お湯割りの4、1、焼酎さん飲んでは1、伏せてます4、強くもないのに、やめろよと4、1、しかりにさんおいでよ1惚れるなら2 3 4、地球の3 4、夜更けの3 4 1、寂しい、いいよ2 3 4、そこから3 4、私は3 5 1、見えますか2 3 4、このように私を1置いてた4 1、あなたを恨んで1飲んでます。せーの、
れして、うん、お湯割りの夜一焼酎さ飲んでは一伏せてますよ強くもないのに、うん、やめろよと四一しかりにさおいでよ一来れるなら二三四地球の三四夜更けは三四一、うん、寂しい、うん、いいよ二三四そこから三四私の三ああ一、うん、見えますか二三四このように、うん、私を一置いてたよ一あなたを、うん、恨んで一飲んでます。見つかりましたか？今回の冬隣は杉本さんバージョンでしたので、
女性の方にとってはちょっと聞い合わせが難しいと思いますが、一応女性の方も千秋直美さんのカラオケでお歌いになった場合、プラス3、プラス1、ノーマル、マイナス1、マイナス3のキーをご紹介してありますので、こちらを参考になさってみてください。それでは今回はこの辺で失礼します。スイングチャンネルでした。さようなら。